回のタイトルは XRP ETF 新たな大きな進展でさらに前進です。ぜひ最後までお付き合いください。シカゴの暗号通貨デリバティブ取引所ビットノミアルは XUS ティッカーで XRP の米ドル現金決済先物契約を開始する予定です。ビットノミアルは新商品が8月13日以降に取引される予定であることを商品先物取引委員会 CFTC に通知しました。これらの先物の執行は取引所の電子取引プラットフォーム上で行われ、契約は CFTC に登録されているデリバティブ取引清算機関を通じて清算されます。同取引所は XRP はすでに国内外の複数の市場で取引されており、市場操作の可能性は低いと指摘しています。ビットノミアルはこれらの先物によって記録された取引量と未決済建て玉レベルを毎日公開します。12月、 CFTC はビットノミアルの DCO 登録申請を承認し、オプションと証拠金付き先物の提供が可能になりました。利益相反の可能性について懸念があり、委員の一人がビットノミアルの申請に反対票を投じました。それに先立ち2020年に先物とオプションの上場が許可され、 CME、CBOE、パックトなどの企業に加わりました。5月、リップルの CEO であるブラッド・ガーリングハウス氏は米国で XRP ベースの上場投資商品の立ち上げは避けられないと述べました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。